本日は厚めのザ・クラシックからお伝えしてまいります。今日はトップのポジション、トップの体の位置について、モーションキャプチャーと映像と、比べながら一緒に同時に見てください。結構トップの位置っていうのはほとんどの方が今までデータを取った中でもう側屈って動きが足りないです。ほとんどの人が肩が上に上がって上がってる人はほぼ9割以上。実はかなりこのトップのポジションというのは今やりますね。意外にこう食べてます。こんなに食べます。で、このままちょっと前傾して右向けます。かなり左肩が低く入っていて、初めてトップのポジション前傾変わらずにキープです。おそらくほとんどの皆さんがこんなに下がるのっていう感覚で。何も持たずに入れてすごいこう側屈、こういうトレーニングやったらいいですね。最後、こんなに傾くのって、指の先が膝のちょうど真ん中ぐらいまでこう届くという、右が伸びて左が沈んでいきます。このインパクト逆、インパクトまた違う機会でやります。すごい横じゃなくてかなり縦に使う感じ。ちょっときついんですけど、ここが基準になってますので、ほとんどの方がこの側屈が耐えないので少し意識してトップのポジションを作っていきます。手のポジションもすごくいいところが上がってきます。手の長いように、はい、試してみてください。今回の動画が良いなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。今後このような動画をたくさんアップしていきますので、まだチャンネル登録をしてない方はよろしくお願いいたします。それから私たちはコメント欄に報告やリクエストを見ることを楽しみにしておりますので、ぜひ投稿していただけると嬉しいです。それではまた。